ってませんでした。作成したポップアップルーフの記事を仮止めしていました。すべてやり直します。おはようございます。アストロ大会改造機の保存です。前の動画でポップアップルーフのメッシュの部分を縫いましたが、今回はこの上の部分の合皮を取り付けて実際にポップアップルーフに取り付け確認したいと思います。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。それではどうぞご覧ください。ネットの部分完成したと思ったんですが、ここをよく見たら縫えてませんでした。ここも縫えてないです。もう少し内側を縫わなければいけなかったんですが、ちょっと外側を縫ってしまったみたいです。少しほどいて縫い直したいと思います。この辺も縫えてないな。この辺は大丈夫だな。ここからこの辺まで縫い直したいと思います。なんてこった。この辺からここまで今ほどきましたので、もう一回縫っていきたいと思います。前の動画でメッシュの部分完成したと言いましたが、よく見たらまだ終わってませんでした。申し訳ございません。よし、これで完成です。やったね。もう片方も少し縫えてないところがありました。同じくほどいて縫い直したいと思います。ここからずっとほどいて、ここまでほどきました。もう一回縫い直します。よし、今度こそ完成。大丈夫かな、か。はい、今日も作業を進めていきます。メッシュの部分は終わりましたので、次はこちらルーフの上の部分に留めてあったこちらの合皮の生地を、今まだ縫い付けてない状態ですが、これから縫い付けていきたいと思います。こちら厚みがあるので、針の方は14号の針から16号の針に交換してあります。糸の方をレジロンの50番から30番の厚物用の糸に交換したいと思います。この合皮の生地の左側を縫っていきます。今ここ止めてますけれども、これはダイソーで購入した手芸用クリップです。ここにダイソーで購入した手芸用の両面テープを貼ってるんですけれども、いまいちこの合皮の生地がボコボコでうまくくっつきませんでした。なのでクリップで押さえながら縫っていきたいと思います。あ、目の粗さを変えるの忘れてました。5にします。もう少しスピード上げます。わ、思ったより早くてびっくりしました。うわ、難しい。リップを
端を留めるようにしとかないといけないですね。難しいなこれ。クリップに押さえが当たってしまうと曲がってしまいます。うわ、ずれた。ずれた。一回ほどこうかな。うわ、曲がりまくってるな。難しい。汚いですが、まあ取り付けると見えないところでいいことにしときます。続けて一周全部縫っていかないといけません。すべて終わった後の話にはなりますが、手芸屋さんで2ミリの細い押さえがあったので買ってきました。これを使ってたらクリップに当たることもなく、もっとまっすぐ縫えたかもしれません。見えないところなのでガンガン縫っていきます。曲がってるな。結構グネグネ。かなりずれてしまったのでもう一回縫い直します。曲がりまくってますね。よし。はい、ポップアップルーフの生地をルーフの上側に留める合皮、こちら一周縫い終わりました。これが一番最後で一周です。まだこちら下側を縫っていかないといけませんが、これで合うかどうかルーフに合わせて確認したいと思います。今日はもう遅くなりましたので作業これで終わりたいと思います。また明日頑張ります。おはようございます。上の取り付けだけできましたので、キャンピングカーのルーフの方に合わせてみたいと思いますが、取り付けるのに天井のパネルが邪魔なので、まずは天井のパネル取り外したいと思います。パネルの穴を通っている配線を外しています。これから縫った生地をこちらに取り付けていくんですけれども、もともとついていたのはドリルネジというタイプの刃がついたネジで、こちらは穴を開けながら取り付けることができ、最初取り付けるときに作業時間の短縮になりますが、今回はすでに穴開いてますので普通のタイプのネジ買ってきました。こちらのネジで取り付けたいと思います。
ここ穴開けるのに時間がかかるので、前もって穴開けといた方がいいかもしれないです。前の動画でアップしましたが、ここは型取りした時にまっすぐではなく一番心配していたところです。名古屋キャンピングカーフェアでいろいろなポップアップルーフを見て、黒のメッシュにしてみましたがいかがでしょうか。はい、簡単ですが、着生したポップアップルーフの生地を何点かネジ止めして仮止めしてみました。こちらの生地は型取りした時に上がまっすぐではなかったのでちょっと心配だったんですけれども、実際取り付けてみると特に問題なさそうです。なのでこのまま進めたいと思います。では取り外します。まだこの時点では全てやり直すことになるとは思っていませんでした。固定用のベルトとハンドルを元に戻します。はい、ポップアップルーフの生地を上に取り付けてみましたが、実際取り付けてみると考えた通りにはなかなかいかないもので、ドリルネジに合わせて20ミリのネジ買ってきたんですけど、ちょっと長かったです。なので先ほどホームセンターで16ミリのネジを買ってきましたので、こちらで取り付けていこうと思います。またネジを取り付けるときにこの生地に穴を開けていけばいいと思ったんですけど、思ったより手間がかかったので前もって穴を開けておこうかと思います。それから場所によっては合皮の穴をネジの頭が抜けてしまいました。なので片側だけ縫ってますけど、これ両方縫っておきたいと思います。上の部分についてはこれで終わったと思ってたんですが、ちょっと改良をしてから下の部分を縫っていきたいと思います。はい、昨日作成したポップアップルーフの生地をキャンピングカーに合わせていましたが、取り付けのネジの位置が場所によってかなり外側についているところがあります。なのでこちらの合皮の生地もう少し内側に取り付けたいと思います。ということで、これからせっかく縫ったところですけど上の合皮の部分すべてやり直します。少し内側にずらして止めていきたいと思います。ちょっと内側に縫えました。これでいいかな。ここもほどいていこう。よし、取れた。この残った糸を取るのが結構時間かかります。どうっしゃー、一箇所ほどきました。あと何箇所あるんだ。あと4箇所ぐらいあるぞ。はい、片側縫いましたけどこちらも縫っていきたいと思います。
よし、両サイドを縫ってみました。これで片側縫いましたので、もう片側も縫っていきます。あれ、あら、あ、ここで糸なくなってるわ。残念。もう一回こっから縫い直さなきゃ。はあ、下糸がなくなってました。もう一回縫い直します。ボビンに糸巻き取りましたのでセットしていきます。4箇所目ほどきましたので、こちらも縫い直していきます。外側の端も縫っていきます。あら、あー、今度はこちらの糸がなくなってました。糸がなくなったので手芸屋さんに買いに行きます。まさかこれなくなるとは思わなかったな。はい、今日も作業を進めていきます。昨日糸がなくなってしまったので手芸屋さんで糸を買ってきました。こちら会員価格ですが325円でした。それでは引き続き縫っていきます。昨日2箇所縫い終わって、最後ちょっと残ったところで糸がなくなりました。ここを縫ったらあと残り2箇所になります。粗さを5にします。それでは残ってたところ縫っていきます。3箇所目が終わりましたので、残り2箇所もほどいて縫い直していきます。はい、1個ほどけました。あとは残ってる糸を取っていきます。これが意外にめんどくさい。はい、こちらの糸も取れましたので縫っていきたいと思います。最後の1箇所ほどいていきます。よし、やっと最後ほどいて糸全部取り終わりました。ちょっと休憩しよう。ああ、しんど。はい、引き続き作業を進めていきます。最後こちらに
この合皮の帯を縫い付けていきます。それでは最後を縫っていきます。見栄えは悪いですが、上の合皮の部分を一回すべてほどき直して縫い直しました。少し寄せて縫いましたので、ちょっと外側に穴が開いているところも問題ないかと思います。また最初は片側だけ縫ってたんですけど、両方縫っておいたのでかなりしっかり取り付けできると思います。20ミリのネジは長すぎたので16ミリのネジで取り付けたいと思っていますが、ネジで穴を開けながら取り付けるのには結構時間かかったんで、前もってこちら穴開けておきたいと思います。生地をネジ止めする時の穴ですけど、ハンダゴテで穴開けれないかと思いますので、一旦端材で確認してみます。穴開けてみます。なんかあんまり開いたように見えないですけど、あ、押し込めば大丈夫だ。なるほど。開けてネジを押し込んでおけば、あ、大丈夫ですね。穴が全然開いてないと押し込もうと思っても押し込めないので、最初に少し穴開けておきたいと思います。1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、6、7、8。98、99、100、101、102、穴102個開けました。もう一回合わせてみたいと思います。先に穴にネジ通しておきます。やはり先に穴開けておいた方が作業しやすいです。また内側と外側を縫ったことで合皮と生地がしっかりくっついてて位置が合わせやすいです。ですが合皮の穴が広がっててネジの頭が通り抜けてしまう点は二重に塗ってても変わりありませんでした。残念。はい、仮合わせの状態ですが、ポップアップルーフの上の部分は完成しました。今回の動画で下の部分まで完成する予定でしたが、すいません、できませんでした。時間がかかってしまったので今回の動画は以上になります。次回の動画では絶対にこの下も仕上げて取り付けできるようにしたいと思います。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画では絶対に下も取り付けしたいと思います。